球のすべての命を守るニューアクアだけど、それがフィッシュたちの手に渡ってしまったら、すべての命を滅ぼす力に変わってしまう。せっかく青山くんと隠し事のない恋人になれたっていうのに、そんなことになったら大変だよ。ミント、レタス、プリン、ザクロさん、みんなで力を合わせて絶対地球の未来を守るんだ。行くよ。助けるために僕はイチゴに戦ってほしくない。戦ってほしくないんだよ。ミュウミュウの仲間になるのが嫌なの？そうじゃなくて、ダメです。あの表参道の森林化現象ですが、原因の特定は難しいかもしれません。てっきり
ミューアクアの影響だと思ってたがな。問題はそこです。あそこにミューアクアはありませんでした。中心に何らかのエネルギー反応があったんですが、どうしても正体がわからないんです。とにかく解析を続けるしかないな。はい。やはり妙だ。このエネルギーは一体何なのだ。なあ、騎手どこ行っちゃったのかな。現行の方法での解析は無理か。おい、聞いてねえのかよ人の話。奴はディープブルー様に追放されたものだ。構うな。本気でそう思ってんのかよ。ディープブルー様。ミューアクアはどうした。間もなく。遅い。申し訳ありません。我は感じる。我の完全なる覚醒が近いこと。ミューアクア、早くミューアクアを手に入れるのだ。もしできなければ母性の民の命もない。チェ、いい気なもんだぜ。あれは何だ。あ、それでお母さんの手伝いするからって先に帰ったの。そっか、萌えに兄弟がね。子供か、可愛いだろうな。めでたいといえばさ、いちごは青山くんとどうなってんの。え、あ、私は別に青山くんとそんなことに。まだ。何言ってんの。チョコはちゃんと渡したのって聞いてんのよ。あ、チョコね。うん、一応。いや。あら、じゃあね、私先に帰るから。バイバイ。青山くん、何、この間は本当にありがとう。とっても嬉しかった。あのね、今からちょっといいかな。カフェミューミューのみんながね、青山くんをミューミューの仲間として歓迎したいなって。だから、その一緒に来てくれないかな。ダメ。青山くん。青山くん、どうかしたの。うん、大丈夫。もちろん行くよ。喜んで。やったー。こちらがその青山雅也くんです。あ、こんにちは。今さら紹介など必要ありませんわ。そうだよね。それでですね、今回青山くんはミューミューの一員としてですね。ようこそ青山さん。新戦力になってくださる。おまけにいちごのお姉ちゃんと。じゃー、ラブラブなのだ。いちごさん、もう隠す必要はないんですよ。まあ、ラブラブもほどほどにしてくださいな。私たちには地球を守るという大事な任務があるのですからな。わかってるよ。では改めて、青山雅也です。僕のようなものでお役に立てるなら精一杯頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いされるもた。あ、白金。白金亮だ。ミュープロジェクトのリーダーをしている。足手まといにだけはならないようにな。はい。ちょっと、足手まといってどういうこと。いちご、落ち着いて。おい、ラブラブ娘。
エキサイトする前にその耳と尻尾をしまえ。確かに彼の力はかなりの戦力だ。だが問題はお前たちとのコンビネーションだ。うまく連携できなければかえって足手まといになるだけだ。そんなことないもん。コンビネーションはバッチリなんだから。ちょっと何よ急に。この戦いには地球の命運がかかっている。安易に関わってもらっては困るんだ。覚悟はできているのか。はい、もちろんです。かっこいい。ならいい。皆さん、青山さん、よろしくお願いします。こちらこそ。皆さん、ちょっと地下室へ。青山さんもどうぞ。これは昨夜天王座エル付近で偶然撮影された隅田川の発光現象です。ご覧のようにかなり強い光が地面より放出されておりますが、今のところ周辺の被害影響はない模様です。では。昨夜同じ時刻にミューアクアの微量な反応が検出されました。また空振りじゃないといいけど。この間もミューアクアは見つからなかったでしょう。しかし調べる価値はありそうです。あの発光現象は通常のものではありませんね。東京ミューミュー出動だ。みんな行こう。青山くんも一緒に。うん、了解だぞ。彼本当に仲間として認識していいのに。何が言いたい。あなたが思っているのと同じことよ。どういうことです。毎度毎度ザクロにはかなわないな。いや、なんでもない。ケイチロ、俺たちも出るぞ。何が起きるかわからないからな。了解。怒ってないみたいだけど、とても静かですわ。プリンさん何してるんですか。危ないわよプリン。プリンさん、ちょっと大丈夫。すごいのだ。この水すんごく綺麗なのだ。ミネラルウォーターなのだ。まさか。そんな水飲んだらお腹壊しちゃいますわよ。おいお前たち、何を遊んでるんだ。本当なのだ。グリーンの花は確かなのだ。プリンさんの言う通りです。水質が極めて高い純度に変化してます。やっぱりミューアクアの影響ですの。いえ、はっきりとしたことはもっと調べてみないと。昨夜の現象と同じだな。いえ、それ以上かもしれません。これはまた虹色の光だぜ。どうなってんだ。原因は特定できない。だが今はそれよりもミューアクアのダッシュが先決だ。邪魔な連中が来ているからな。へ、あんな奴ら。あ、バリ、タルタルもいるのか。さてはミューアクアを取りに来たのね。そんなことさせない。みんな行くよ。青山くんもお願い。わかった。
タルト、ミューアクアを探すのだ。オッケー。ミューアクアは私が。ミューレタス、プリンに行かせてほしいのだ。でもミュープリン、水の中じゃ息が。この間もらったキャンディーがあるから大丈夫なのか。あ、プリンだ。しょうがない子ですこと。タルタル、待つのだ。いくら仲間が増えようとも、この私の敵ではない。ウシ戦。命って。うわあ。ありがとう、青の騎士。じゃなかった、青山くん。変身してもイチゴはイチゴだね。助かりました。いいえ。うん。このまま水かさが増したらやばいぞ。見つけた。もう少し、あとちょっと。ミュー、離せ。悪い子にはお仕置きなのだ。こいつ何すんだよ。諦めろ。違います、あんなのを受けたら。一号どうして、どうしてもともと同じ地球に生まれた者同士が殺し合わなきゃならないんです。定めだ。プリンは何のためにコブラツイストまでかけて戦ったのだ。知るかよ。こういうのを不毛な戦いというのだ。わけのわからない戦いをしても意味がないのだ。それだったら友達になって遊んだ方がよっぽど楽しいのだ。うるさい。魅惑はなきゃもうこんなところに用はないぜ。待つのだ。とどめだ。青山くん、すまない。リボーンメタクラッシュ、リボーンゾクゾスピア、リボーンミッドエコからも、もう一度行こう。
にはなかったよ。何？なかったのだ。引き上げようぜ。青山くん。イチゴ、怪我はなかった。イチゴに戦ってほしくない。戦ってほしくないんだよ。うん、大丈夫。ありがとう。またミューアクアはなかったようですわね。これからどうなってしまうんでしょうね。それは誰にもわからないのだ。ザクロさんが言った通りでしたね。また空振りでした。リョウ、どうかしましたか？いや、別に。ブルー様から青の騎士抹殺の命が下った。あいつさ、いつもいいとこで邪魔ばっかすっから目障りだったんだよね。やつの行動パターンはすでに読めている。次の作戦は完璧だ。あなたたちの思い通りにはさせないわ。次回、愛のパワー、青山くんは私が守る。愛のパワーってなんだよ、わかんないよ。愛のパワーとは恥ずかしくて説明できん。恥ずかしい。